ども横浜朝日です。本日は横浜に新しくオープンしたお店紹介10選やっていきたいと思います。8月にオープンしたお店をまとめてきました。僕はいろいろグルメ紹介しているので、よかったら再生リストから見てもらえると嬉しいです。早速やっていきましょう。8月1日オープン、居酒屋革命よってば館内店さん。横浜館内伊勢崎モールの中に2022年8月1日グランドオープンしたお店です。グランドオープン日は生ビール1杯1円というイベントもやっていたらしいので、立ち寄った方も多いんじゃないかなと思います。もう100杯飲んでも100円ですからね。もっと早く知ってれば絶対言ってた。こちらはちょっとふざけてるけど、とにかく手羽先が美味しい大衆居酒屋ということで、僕手羽先めちゃくちゃ好きですし、こちらの自慢の手羽先は愛知県公式認定の手羽先らしくて、そんなの絶対美味しいじゃないですか。近くで飲む機会があれば友達と行きたいお店です。1回2回合わせて84席あるので、まあまあな人数入れると思います。8月5日オープン、グリル&バー牛助横浜元町店。グリルとお酒が楽しめるお店で、7月にマリンウォーク横浜に焼肉店をオープンさせたのに続き、8月に元町の奥にあるドン・キホーテの1階にステーキ&グリルの新店舗がオープンされました。なんとペット OK のお肉屋さんということで、ペットを連れて食事を楽しむことができます。すごいですね。あとはワンちゃん専用のグリルも用意できるとのことで、愛犬と一緒に食事をすることが可能です。このお店に行く犬、俺より肉食ってそうで、もう完全敗北してそうなんですけど、ペットを飼ってる人からしたら嬉しいですよね。料理は骨から旨味が染み込んだヒレとサーロインを一度に味わえる贅沢グリッドボーングリルや、濃厚デミの牛タンシチューなど、聞いただけでお腹が空くようなメニューでした。でかいステーキを豪快に食いたいですね。こちらもドンキに寄った際に行ってみたいなと思いました。8月6日オープン、焼き鳥ともつ鍋と海鮮食べ放題、個室居酒屋横浜や横浜鶴屋町店さん。横浜駅徒歩3分の好立地に和モダンな個室居酒屋がオープンしました。焼き鳥やお鍋の食べ放題コースは2980円からあり、1日3組限定の全100種以上焼き鳥&グランドメニュー2時間食べ飲み放題コースがクーポン利用で3980円から2980円とコスパ最強のコースもあります。他にも直送鮮魚のお刺身もいただけるので、僕的には満足の内容の居酒屋ですね。結局食べ飲み放題が一番いいですからね。いつもお腹パッパンの吐きそうになるくらい食べ過ぎてめちゃくちゃ後悔するんですけどね。横浜駅周辺で飲むこと多くて、鶴屋町にも結構行くことが多いので、選択肢の中の一つとしてありですね。8月8日オープン、焼肉牛トピア。高級感あふれる空間で美味しい焼肉を味わえるお店、ユートピアならぬ牛トピア、いいですね。センター南駅すぐにオープンし、 A5 ランク黒毛和牛などワンランク上の上質な焼肉を圧倒的コスパで提供してくれます。上質な焼肉をリーズナブルに味わえるというのがコンセプトで、名物のトリュフすき焼きやヒレ肉のシャトーブリアン、牛刺しやユッケなど、仕込みから丹精を込めた多彩なメニューが自慢だそうです。カフェのようなおしゃれでシックな店内には個室も完備されているので、お一人様からファミリーまでぜひ幅広いシーンで利用できそうですね。名物のトリュフすき焼きも1枚330円と価格はそこまで高くないので気軽に行けそうですね。お肉も大好きなのでぜひ行ってみたいお店の一つになりました。8月10日オープン、横浜ラーメン斉藤屋。田上屋出身の根岸にできた新店舗。高宮で修行した方だそうで、オープン早々行列な人気店です。カウンターの薬味は刻み生姜、ニンニク、豆板醤、おろし生姜、胡椒と、あとはお酢。醤油の味がはっきりしてそうで、コシのある麺が楽しめそうですね。店内はカウンター席が11席の家系でありがちなスタイルです。ラーメン大好きなので落ち着いたら絶対行こうと思いました。8月20日オープン、2階、美味しい和牛とお酒が楽しめるお店となっております。今話題の炊き肉が楽しめるということで、炊き肉聞いたことなかったので調べてみました。とある記事によると、炊き肉とは鹿児島県にある牛ちゃんというお店が生み出したご当地グルメだそうです。
野菜もたっぷり食べられ、最後の締めまで楽しめる新感覚のお鍋らしいですね。日立牛の炙りユッケ、日立牛の炙り握りなど美味しそうすぎるメニューがたくさんあり、店内の雰囲気も高級感があり、かっこいいです。かなりお酒の種類もあったので、お酒好きにはたまらないと思いますね。うまい酒と絶品のお肉の組み合わせなんてもう幸せすぎるので、行ってみたいなと感じました。インスタグラムのアカウントもあり、とても見やすく分かりやすいアカウントだったので共有しておきます。8月21日オープン、韓国料理ホンデポチャ横浜西口店、横浜駅南西口より徒歩約4分にオープンしました。本場の味を提供する韓国料理店です。韓国料理激戦区の新大久保エリアに店を構えるホンデポチャさんですが、横浜にオープンしました。定番メニューのサムギョプサルやチーズタッカルビ、他店ではなかなか出会えないエビチーズフォンデュなど本格的な韓国料理をいただけます。韓国料理はたまーに猛烈に食べたくなるとき来ますよね。南西口なんてめちゃくちゃ行きますから、行ったときにもう無性に食べたくなるときが来たら行ってみようと思います。韓国料理は特に女の子が好きなイメージがあるので、女子会やデートにもおすすめな場所になると思いました。そして8月9日オープンの茶碗ララポート横浜店、8月25日ビアードパパセンター北駅店。ビアードパパは見るとついつい食べたくなって買っちゃいますよね。僕もよく買ってしまうんですよ。あと茶碗もおかわり無料の店舗があったので、何回もおかわりしてバック食いしてました。確か味噌汁もおかわりできますもんね。最高ですよね。さらに8月26日瀬谷駅前にセブンイレブンもできたらしいですね。セブンイレブンの店舗説明についてはみんな知ってると思うのでね、あんまり細かく言わないんですけどね。はい、最後はざっくりの紹介になりました。ということで8月にオープンしたお店まとめでした。皆さんはどのお店が気になりましたか？よければコメント欄で教えてください。他にも気になったお店があればぜひ行ってみてください。説明欄にリンクを貼っておきます。ということで次回は9月開店したお店と閉店したお店を紹介します。今後も横浜のいろいろなお店紹介やあるあるもやっていきますので、チャンネル登録をしてない方がいましたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。もうポチッとね、一瞬なのでね、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。